こんにちは。こんにちは。皆さんいかがお過ごしでしょうか。だいぶねもう時間が経っちゃったんですけど、8月のね末だったかな。ここ今さながら本店っていう俺が住んでる家なんですけど、さながらに新しいメンバーが増えました。自己紹介お願いします。さながらチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。中井津って言います。三重に住んでて、仕事で名古屋に住んでたんですけど、そこから山口浩介がやってたシャバっていうバンドに憧れて上京し、家が見つからずに今彦さんにじゃあ本店に住んでみないっていうことで住まっていただいて、まあ、20歳の感じです。今はチェルシー1008でバイトさせていただいております。ってな感じで僕の自己紹介はこれぐらいですかね。はい。なんで中井津なんだっけ。僕本名中井樹って言うんですけど、いい取ってみようかな。中井樹違うな、じゃあ次キヨトロ中井津いいじゃんの中井津です。いつから呼ばれてる。高校生の、ね、高校の時なんだ。どうこのエリアの暮らしは。暮らしやすいというか、こう田舎の都会感みたいな、うん、こういいなって感じてて、15分歩いたらもっと栄えてる。そうだね。なんで何でもあって、服も買ったり飯買ったり、うん、遊んだりっていう、こう、まあ、あと散歩する時に、まあ、絶対ここ来ようみたいなスポットだったり、自然もあり、うん、こうちょうどいい感じで伸び伸び過ごせる環境かなっていうイメージです。楽器はどう歴というか。僕が音楽を好きになるきっかけっていうのがワニマがもともと好きで、ね、スッキリに出てた時に僕がめちゃめちゃこう病んでた時期で死んじゃおうかなって考えた時に、たまたま見たテレビで出て、ああ好きだってなった後にこうハイスタンダードだったり聞くことになって、ハイスタ知らないねみたいな高校生活だったりとかしたんで、中3の時にベースを買ってベースの音が好きとか練習して、高校に入って高1から高3まで文化祭程度のバンドをやってて、そこから延長線上で音楽をするって決めてたんですけど、まあ、コロナっていうのもあり一旦就職して、でもそこでもギターだったりアコギだったりベースだったりを弾いてて、意外とこう諦めつかなかったとか、やっぱ好きなんだなっていうのは思いつつ、結構見に行くだけだったりとか自分では発信できなかったんですけど、ちょうどその時期にシャバのギターも全ギターのアーサーと辞めるっていうのが出て、もう次の日に速攻 DM で山口さんに、俺ギターやりてえっすって言ったら、どうすんねんお前みたいな感じで、仕事はとかって言われて、もう速攻辞めます、おもろいからいいけどみたいな感じで、こうあいつはそういう感じですか。じゃあこっち来たらとかっていうので行かせていただきますっていうので町田にお邪魔するっていうきっかけですね。そのさながらっていうものとの出会い、はい、2022年のデラロックミッドナイトカオスで出会ったのがきっかけで、まあ、ライブによく行く一緒の友達がさながらだったりシャバが好きで、こうめちゃめちゃこう教えてくれてて、オッケー、そうです、夏美っていうもう本当に大親友みたいなやつがいて、そいつからこうたまたま僕その日大阪でライブ見てたら、深夜やから来れるで、オッケー行くわとか、ライブ終わって速攻新幹線乗って行ったら、はいはい、もうコロナ知らねえよみたいなこう空間にあって、コロナ前のライブハウスの様相を知らない、ね、知らないですね。それは結構俺めっちゃ印象的っていうか、マジかみたいな。そのもともと本当にもうそういうアリーナとかそういう大手バンドが好きで行ってたんで、こうライブハウスってものは知らなくて、ポットっていう大阪のバンドと、39ディグリーズっていう、あのそれ町田の先輩のバンド、台湾でポットのジャーニーツアーっていう台湾の日にこうたまたま違う友達から声かかって行ったのがきっかけで、そこで夏美とも出会って。なるほどね。ありがとう夏美。ありがとう夏美。見てる。ってな感じです。かませ、頑張れ。頑張ります。ありがとうございます。